こんにちは。長年使ってきたファックスなんですけども、私ね、これをね、昨年取り外して電話番号も解約したんですよ。まあ電話番号自体は残ってるのかもしれませんけども、基本的には電話やファックスでやり取りができません。でも法人活動は全然できてるんですよね。今の時代、固定電話の番号とか、それからね、ファックス番号なんていらないですよ。もちろん未だにファックスを使いたがる取引先の方とか、関係省庁の方っていらっしゃるんですよ。でもね、今インターネットを使ってファックスに代わるサービスが、しかも無料であることをご存知ですかね。今回はこちらの方から相手のファックスになんと G メールで無料で送信する方法を紹介したいと思いますので、行ってみましょう。それでですね、私がファックスをやめてしまって外してしまって電話番号もね持たなくなったのは、こういうサービスがあるからなんですね。まあ未だにファックスに頼る社会状況もどんなもんかなと疑問はありますけども、しょうがないですね。これはね、ファックス未だに頼ってる人がいるんで。で、私の場合はパソコン、特に Gmail から相手のファックスにペーパーを出力できるように送ってるんですよ。ここに書いてますよね。Gmail からファックスを無料で送る方法は、しかも無料なんですよ。このようにやります。Gmail で作成をクリックして新しいメール、つまりいつもと同じようにメールを作るんですよ。で、受信者のファックス番号を宛先に入力して、その後にね、0なんとかなんとかっていう風なファックス番号あるでしょ。その番号の後にアットマークをつけて、ファックスプラスっていう風にアルファベットで打ちます。で、あとはメールと同じように文章を書いて、添付ファイルで貼り付けて、Go on ですよ。簡単でしょ？これがただなんですよ。作ったメールがこれです。普通に Gmail を立ち上げて、Gmail で送信するようにこういったね、文章を送りますけども、特徴的なのはこの上に、番号と、アットマークファックスプラスって打ってるとこです。それでまあ、今回はね、扶養資格の確認状況っていうレターが来たんで、そちらの方への返信なんでね、これが、協会憲法さんへ送るわけなんですけども、まあ一応こういうふうな挨拶を書いて、ここに送りたいファックス、これをスキャンして PDF にしたものを貼り付けます。あとは送信ボタンを押すだけですからね。だからメールで添付ファイルを送るのと全く一緒でしょ？まあ、こんな感じでファックスはいらなくなったんですよ。あなたもまだファックスを使えないようでしたらもう外してしまって、ファックスが必要な時にはいつもこの方法で Gmail から相手方ファックスを送るとよろしいんじゃないでしょうか。ただし、相手からのファックスをこちらで受け取る方法はちょっとないですね。ですんで、ファックス番号を聞かれる時には、うちはファックスはありませんと。いうふうに答えるしかありません。まあでもね、相手方ファックスでこちらはメールで受け取るっていう方法もあるんですよ。まあそれはまた別の機会にお話ししましょう。それではお疲れ様です。ありがとうございました。